こんにちは、カラッツルーナ小次郎です。今回の動画ではゲストの、松本北斗選手、プロボクサーですね、から、空手に生きる練習方法ということで上半身の使い方を今回はお届けしたいと思います。で、まあ、北斗君は僕のパーソナルを受けてくださっていて、まあ、1年ぐらい受けてるから、そうですね、はい、元々空手選手から今プロボクサーとして頑張っているので、まあ、今回ですね、いろいろ教えていただければと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、今日紹介するのは、まあ、格闘技では、まあ、最初よくやるタッチゲームというゲームをやります、うん、で、簡単にルール説明なんですけど、まあ、お互い向き合った状態で届く位置で、そこで構えてもらいます。で、肩と胴体と膝をタッチしよう。はい、はい、で、相手のなるべく上体でかわす、うん、で、膝が来た、膝タッチされると思った場合だけ膝を外すことができるというルールで、うん、はい、じゃあこれで30秒くらい実践でやってみます。はい、よし、じゃあ始めよう。はい、いやああ足来た時の反応難しいですこんな感じで、そうですね、やっぱ空手は基本足で距離で外すのが基本だと思うんですけど、うん、距離で外しきらなかった時にもう一個上体が、うん、上体でかわせると、そのかわしきらなかった時の対応としてもう一段階相手は考えなきゃなので、うん、そういう場合ディフェンスの場面で使われてますね。あとはこの返す攻撃してリターンを受けてそれをかわしてもう一回攻撃できる、立て直しですね、うん、その連動、連鎖攻撃からディフェンス、もう一回攻撃っていう連動をどんどんつなげることができるので、うん、ぜひアップとかでやってみたら面白いと思うんで、はい、やってみてください。ぜひやってみてください、はい、結構まあ面白いメニューなんで、体温まるし、まあ、目もいいですね、これ。そうですね、早い反応の練習にもやるかなと思いました。はい、はい、今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。息が上がる。はい、で、北斗選手はプロボクサーなんで、結構試合をやってます。後楽園ホールとか、はい、で、まあ、ちょこちょこやってたりするので、今後ですね、何かイベントとかあったら僕からもこっち告知していきたいと思うので、ぜひ応援これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。今回の動画は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。